おととい奈良県立生駒高校で剣道部が居合道を体験する練習中に顧問を務める70代の講師が使っていた真剣が2年の男子生徒の足に誤って当たったということです顧問は居合道6段の有段者で真剣を使い生徒と向かい合って間合いの取り方などを指導していました生徒は太ももに深さ3センチほどの傷を負いましたが命に別条はありません県は先ほど会見を開き 使用禁止の規定がなかったことが問題だとして今後の対応として登録され使用を認められているものでも持ち込むことを禁止するとしました顧問はすでに退職する意向を示し昨日受理されたということです